こんにちは、ケルトの笛の畑尾です。ケルトの笛についての話題をお送りする畑尾の笛トーク。今回はアイリッシュフルートの音域についてお話をします。結論から言いますと、アイリッシュフルートの音域はキーのないものであれば2オクターブ半、キーのあるものであればモダンフルートと同じフルで3オクターブを演奏することができます。それでは実演をしてみましょう。キーのないフルートであれば下のレから始まりますので、今は第3オクターブ目のラまで演奏しましたが、アイルランド音楽では第2オクターブ目のシまで演奏できればほぼ全ての曲を演奏することができますので、第3オクターブ目が必要になることはあまりありません。ですが、音域をさらに広げたければキーを使うことによって可能となります。例えば右手の側部管に3つのキーをつけることによって、レ、ドシャープ、ドナチュラル、シーというふうにモダンフルートの歯側部管と全く同じ低いシまで演奏することができます。また高音域はというふうに第4オクターブ目のドまで演奏することができるので、キーをつけることによってモダンフルートと全く同じ音域を得ることができるようになります。アイルランド音楽を演奏する限りにおいてはキーのないフルートだけで演奏することができますが、クラシックですとか他のジャンルを演奏したいと思う方はぜひキーのあるフルートをお求めください。以上、アイリッシュフルートの音域についてお話をしました。参考になれば幸いです。この番組ではティンホイッスルやアイリッシュフルート、バグパイプといった楽器についてたくさんの話をしていきますので、次の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。